さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。お元気でしょうか。私たち元気にさせていただいております。元気させていただいております。元気でいきましょう。さて、不動産投資ってご存知ですよね。不動産投資は今盛んに行われているみたいなんですけどもね。どんなイメージをお持ちですか、ミシェルさん。いや、僕らにはちょっとこう縁がないような、そういう元手がないからって言っていたんですけども、ね、何か可能性があるような話も聞いてますね。そうですね、ちらほら興味はある。興味ありますよ。あゆちゃんどうですか。先々の、いや、もうね、元でなくてもできるなら頑張りたいです。はい、そこで今回まずご紹介するのは、はい、不動産投資は儲けるものではなく資産を守るという視点で考えていらっしゃいます。こちらの企業様です。私たちにとって生活の拠点であり、心の安らぐ場所、そして暮らしを彩り続ける住まい、その存在はかけがえのないものであり、時に大きな価値を持つ資産として多くの人の支えとなっている。そんな未来へつながる大切な財産を長きにわたり守り続ける男がここにいる。ライディックス株式会社代表取締役山上正則。お客様に豊かな生活を提供するライフ、人生に一つの方向性を指し示すディレクション、専門的な知識で舵を取るエキスパート、この3つの言葉を総合した株式会社ライディックスでは、安心と効率、2つの観点から徹底された独自のビジネスモデルを実現。住まいに関するさまざまな事業を通じ、一人一人形の違う将来に寄り添ったサポートを続けている。今回は山上正則をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。この事業を始めたきっかけは何だったんですか。もともとですね、建て売り住宅をメインに建てて販売していたんですけど、最近土地がですね、高騰しまして、建て売り住宅の事業収支がですね、なかなかこう厳しく合わなくなってきてしまったんですね。オリンピック前ってこともあるんですか。間違いなくあると思います。そこからなぜ独立しようと思われたんですか。いろいろな会社でこう事業責任者をやらせていただいて、不動産をこう取り扱ってきたんですけど、やっていく中でやはり本当にこう時代のニーズに合ったですね、ものをこう提供していきたいという思いが強くなって、ただその時にはやっぱりサラリーマンはなかなかいろいろな壁があってですね、なかなか難しくて、では私が独立してやってみようという形でこう決心して始めました。やっぱりもう自分の思うところと、会社員だったら会社員でやってるっていうできない自分、そこのギャップが出てくるんでしょうね、多分ね。そうですね、出てきますね。もっと俺はこういうふうにしたいのに、はい、それは会社員だったら無理だみたいな、はい、って言ったとこからやっぱり、はい、思いが強くなってきました。自分でっていう、はい、当時はどのような物件を扱っていらっしゃったんですか。メインはやはり建て売り住宅を建てて販売しておりました。その前が、同じく建て売り住宅と新築の投資用アパートと、RC で作った新築の投資用のマンションを建てて販売しておりました。それは一般の方にもちろん貸すんだけども、でも 先に投資する人がそれに目をつけてやってくるってことですね。そうです、ご購入していただく。そういう物件で大きいんですか、高いんですか。今私がやってるのは、木造の2階建てに特化をして、お求め安く価格でなってます。投資用物件の広さはいくつぐらいですか。小さいところだと11平米、11平米から12平米、13平米ぐらいをメインに。ちょっとね、狭いかなと思ったんですけど。そうですね、特に図面上で見るとやはり狭く感じますが、実際こう出来上がったものを見るとですね、実は思ったことでもないんですね。畳数でいうと、小さいところだと 4.5、6畳から 5.5 畳以内ですかね。はい、実際のお客様の反応はどうですか。投資家様の反応はですね、実際お部屋のこう狭さよりもですね、新築当時 の家賃設定の低さに結構びっくり
されます。というのは小さいので、あの私が設定するお家賃がですね、1階で5万円台なんですね、新築で。安いですね。安いですね。駅から10分以内っていうのも決めてますので、都内から駅10分以内で、それで5万円台。5万円台です。はい。さあ今日はですね、図面を持ってきていただいているようです、うん、はいはい。通常のいわゆるアパート業者さんですとですね、大体こう17平米以上でこうお部屋を作られるのが主流なんですけど、はい、そうするとこれ実際私が今あの持ってる土地に図面を入れてみたんですけども、大体こういう形でなるんですね。16、7平米ぐらい、はい、でこれを私どもが企画するとですね、こういう形になるんです。乗数でいうと 5.2 畳とかですか。はい、お風呂がないですか。そうなんです。あのこれもですね、はい、この事業を始めにあたって、あのいろいろなこう賃貸業者様に、うん、あの聞き取り調査をしたんですね。そうすると圧倒的にですね、まずあのお風呂と洗面所、おトイレがセットになるものはまず嫌だと。今若い方シャワーだけで済ませる方多いですよ。シャワーはあるんですよね。シャワーあります。これあれ、それで、あ、そうですか。シャワーで済ませるって方がもう圧倒的に多かったんですね。今はそうでしょう。私も結構多かったですやっぱりそうか、はい、一人暮らしの時は浴槽わざわざ溜めたりしない方多いですね。そうだそうだ。あとその他に特徴はありますか。一番はですね、家賃の下落を防ぎたいという思いからですね、この事業を始めたんですけども、通常でいくとやはり17平米、18平米、約20平米ぐらいになるとですね、7万円台こう半ばから8万円台からスタートするケースが多いんですけど、そうなると5、6年でですね、だいたい家賃改定をせざるを得ない状況になってきてしまうんですね。で、競合が多いエリアではもう 2、3年でやはり家賃の改定をせざるを得ないという状況になってくるんです。でそこで考えたのが、最初からじゃあ家賃が圧倒的に安ければどうなんだろうっていう考えからスタートしてますので、例えば都内の駅10分以内で家賃が管理費入れて5万5千円だった場合ですね、5年後10年後こうじゃあ家賃が下落をして1万円下がって4万5千円になるっていうのはまたちょっと考えられない。ですね、ですよね。で最初からもう安く設定してるっていう方がもう投資家様に結構受けてますね、はい、収支計画が買った当初からほぼほぼ変わらない形で進んでいくっていう特徴があります。そうか。あとそうです、入居者様に対してなんですけど、今また地震の報道が多いので、はい、私どものアパートに関しては耐震等級2というものを全てのアパートに標準装備をしておりますので、そこで、まあ、入居者様に対しても、まあ、安心と、まあ、安全というものをですね、売りに設計をしております。もう一個実はあってですね、はい、まだある、住宅性能表示の一つで、はい、劣化対策等級2というものを取得している物件なんです。劣化、うん、はい、これは住宅性能表示の一つで、おおむねですね、50年から60年大規模修繕は不要であるというこんな性能なんですね。長持ちなの。長持ちをします。でかつ今度は投資家様にとってですね、この、性能評価を取るとですね、だいたいご購入していただけるお客様は銀行からお借り入れをしてご購入いただくんですけど、その際ですね、通常木造の耐用年数は22年なんですね、はい、ということは新築時にご購入いただいた場合、お借り入れ期間は22年間っていう、あ、そういうふうにあるんです、はい、金融機関さん、はい、へー。ただですね、この劣化対策等級2を取得するとですね、金融機関さんによっては8年延長していただいて30年間お借り入れができるっていうメリットがあるんです。そうするとこう月々 のお支払いも当然抑えられますので、キャッシュフローが良くなって収支計画も楽になるっていうメリットもあります。うーん、なんだか不動産投資に興味が湧いてきたんですがそして山上さんは書籍も出版されてるんですよね。はい、今年の4月に、出版する運びとなりました。あ、そうですか、はい、今ご説明申し上げた私どものアパートのノウハウとですね、まあ、本当の不動産投資というものを、まあ、分かっていただきたいという思いでですね、はい、出版に至りました。
広く世の中に知れちゃって大丈夫ですか？大丈夫です。今日こう田さんも読むかもしれませんけど、そのためにいち早く出そうと思いまして、はい、セミナーなどはやっていらっしゃいますか？その出版と同時にですね、記念セミナー的なものを開催する予定でもあります、はい。では今後の展開をぜひお聞かせください。はい、今まで通りですね、新築の投資用アパートの販売が中心になってはいくんですけども、それと同時にすでに土地をお持ちのお客様にもですね、ターゲットとして進めていきたいと思ってます。住まいという大切な資産を時代の変化に合わせ守り続ける山上正憲、そんな男が胸に留めた格言とは。全然レベルが違うんですけど、憧れてる方でソフトバンクの孫正義さんがやっぱり大好きで、まあ、いろんな本出されてますけど、その本の中でですね、こう投資に対する孫さん自身の一節があって、5割で投資するのは愚かだと、9割の確率で成功する確率でですね、投資をするともう手遅れなんだと。7割の成功率が予見できれば投資すべきであるっていう、まあ、言葉があるんですけど、まさにこのアパート事業部ですね、まあ、半年間いろいろ調査をかけてですね、7割の確率で成功するっていう確信があって参入したんですけども、まあ、結果振り返ってみると一番ベストなタイミングで参入できたというふうに思ってます、はい。いやー怖いね、やっぱり。でも怖いなんていうことよりもやっぱりチャレンジしなきゃ何も生まれないわけですもんね。そうですね。あ、7割で、7割でスタートしました。9割だともう遅い。もう競合他社様がもう来てます。実際今現在も9割の状況なので、もう今からじゃもう遅いですね。いや、力強いご意見、非常に勉強になりました。いえいえ、今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。続いてご紹介する企業さんなんですが、〇〇の魔術師がいるそうなんです。お二人は魔術師と聞いて何を思い浮かべます？まず魔術師っていうのは言いづらいなでもサッカーの世界ではさ、はい、メッシがドリブルからもう何シュートから決定力から何でもあるわけ、これはまさに魔術師だよね、メッシが魔術師。あやのちゃんは、いろんな魔術師いますけど、本当の魔術師っていたのかなっていうことがちょっと気になります。おお、そっちですか。どんな魔術を使ってたのかなって。あ、魔術を使うだもんな、そうだよね。チンジャオロースが毎日食べれる魔術をかけてほしいです。今年もチンジャオロースで押していきますか。あ、もちろんです。それはもうマニアックな魔術きましたね。我々の魔術師という意味です。中華のね。じゃあね、今から出てくる企業さんはどんな魔術をかけている企業さんなのか見ていきたいんですが、気になりますね。ここで次にご紹介するのは、37年間インプラント治療一筋に取り組んで、インプラントの魔術師とも言われています、こちらの企業様です。当たり前にあるものから守るべきものへ、年を重ねるほど私たちの生きる力に直結するその存在、生涯のパートナーとして追い求める歯の健康は人類にとって永遠の願望でもあった。そんな理想を現実へと導くため、技術、知識、情報、経験、全てを高め続ける男たちがここにいる。医療法人財団工学会、理事中平博史、代表理事小野義継。昭和22年、医療の発展と教育を目指し発足した医療法人財団工学会では、校内の健康には欠かせないクオリティオブライフを追求、一人でも多くの患者に幸せをもたらし、その先に待つ
素晴らしい人生へと後押しを続けている。今回は中平浩、小野義継の2人をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まず小野さん、光学会様の事業内容を教えてください。赤坂歯科診療所、それから新橋歯科診療所任をやっております。15名の歯科医師の先生方がいますので、それぞれの先生のスペシャリティを生かした治療法っていうのをやってます。光学会さんの発足はいつですか？光学会は1947年になりますので、ちょうど今年で70周年になります。吉田茂元首相と香川豊彦、この2名によって発足された財団なんですね。医療の技術の発展と歯科医師の教育っていうのを目的として作られました。私の代になってからも、もう200名以上の先生をアメリカの最新技術を学ぶために海外で研修しています。予約が取れないほど大人気だと伺っているんですけれども、患者様はどんな治療を待っていらっしゃるんですか？いろんな治療をやってるんですけども、特にですね、ルミネアズっていう治療があります。ここにあります、これ0.1 ミリぐらいの、はいはい、ルミネアズっていうポーセレン、セラミックなんですね、はい、でこれをほとんど歯を削らずに、貼っていくだけで、思い通りの形と白さにすることができるんです。で歯の上に貼っていくんです。ある歯の上にで形、思い通りの形、まあはい、真ん中が開いてたのを閉じたりだとか、歯並びの悪いのを直したりだとか、はい、しかも白さも思い通りの白さにすることができますので、そのルミネアーズという治療を貼るだけでそんなことができる？できるんです。もう貼ったら歯と一体化しまして、ずっと多分一生取れることがなく、白い歯と歯並びを手に入れることができる。実際に奥様もやられてるんですよね。そうですね、はい、先ほど見せていただきましたけど、本当に美しく蘇って歯が、はい、笑顔も素敵になってますよね。そうですね。うちの治療の特徴としてましては、1日で治療を終えることができますので、患者様が鏡を見てですね、あまりに違いに驚いて涙するっていうようなこともよくありますね。だって1日ですから ね、 行って帰る頃にはもう別人みたいな気分ですよね。この施術をやった時にですね、うちの家内だけは怒ってまして、なんでもっと早くやってくれなかったんだ。もっと早くルミネアーズ自体はいつ頃からある治療法なんでしょう？もう25年前から。あ、それは言われちゃいますよ。それ日本に、まあ、日本に入ってきたのは5年ぐらい前ですね。最先端の医療なんですね、はい、やっぱ歯医者さんっていうと私なんかはこうキーンっていう音が怖いっていうイメージと、痛いっていうイメージがあるんですけど、うちの場合はこれはスウェーデンから入った技術なんですけども、カリソルブっていう治療法があるんですけども、これによって虫歯を溶かすことができるんですね。でこれ虫歯を溶かすことによって、そのタービンを使わずに、溶けた虫歯の部分だけを治療することができる。しかも強力な殺菌力がありますので、殺菌される。歯肉は大丈夫なの？歯肉は全然問題ない。歯肉のことに関しては、それはペリソルブという治療があります。ペリソルブっていうのは、そのペリオっていうのは歯周病のことなんですけども、虫歯じゃなくて今度は歯石を溶かす治療なんですね。で歯石っていうのは、まあ、読んで字のごとく歯の石ですので、はい、今までですとガリガリゴリゴリですね、はい、もうその返り血を浴びながらですねやってたんですけども、ペリソルブっていうスウェーデンの技術で、その歯石さえも消毒して溶かすことができるんですね。でこれによって簡単に取ることができますし、なりよりも患者さんの体内に細菌が流入するのを防ぐことができるという、非常に新しい歯周病の治療ですね。そんなに進んでいってるんだ今。びっくりですね。光学会さん の、 目的というのは、患者さんを幸せにするっていうことが光学会のミッションなんですね。ただ幸せにするっていうだけではなくって、これから中平が話しますようなインプラントなんかはもうほとんど口腔内が崩壊してしまって、噛むこともできない、人前で笑うことも恥ずかしい、そういった患者様がわずか1日でですね、完璧な歯並びと思い通りの白さを手に入れることができるんですよ。それ、はい、できるんですね。できるんです。中平さんはインプラントの魔術師と呼ばれているそうですよ。
やはりインプラントによって、お口の中のその人のこの人生まで変えられるようなね、そんな治療までこう踏み込んでみたいというのが僕たちの夢だったんですね。それを1日でその噛めなかった人とかですね、こう見かけをこう悪かった人もですね、こうすごく良くしていこうというのが我々の目的でですね、商標登録ということで、ワンデーインプラントというのもこう取ってるわけなんですけどね。37年間もうインプラント専門で、もちろん専門といいましてもですね、そのインプラントを埋めるだけじゃなくて、例えば総入れ歯の総技師のですね、調整をしたりとか、その辺を研究したりとかですね、あと顎の関節だとかね、噛み合わせ全体をね、我々はこう見ながら、やはりこのインプラントを埋めるだけ、外科の手術だけじゃないんですね。その人のこう喋りとかですね、人の前で笑えるということで、もう出かけられなかった人が外にこう出ることがこう随分できるようになるんですね。それと家族でね、一緒に食べられなかったものが一緒にこう同じものを食べられるとかね、嬉しいですよね。やはりもう旅行に行けなかった人がその一緒に行けてるというのがね、これはすごいですよね。人生が本当に変わったというのが我々の治療の特徴だと思います。最近やはりこうよく言われるのが、インプラントによって、もちろんそのトラブルとかその辺もありますけど、やはり我々もですね、十分な審査をして、じゃあどのようにそれをこう改善するかということにも力を入れてるんですね。それがそのリカバリー、やはりこう修復の技術をこう高めていくっていうのも力を入れてるところですね。結構ですね、中平のもとには大学病院でもうサジを投げられたような患者様が、サジを投げられて昔のインプラントを入れてたり、他でちょっとインプラントを失敗したりという、こういう例よくあるんですね。修復不可能って言われた患者様が、最後の砦としてですね、うちの門を叩いていただいて、しっかりと修復して、美しく、しかも噛めるような、そういうそのインプラントで、歯を手に入れていただくっていうような、ことがよくありますね。これまで何人の方を幸せにしてきたといいますか、どのぐらいの治療実績があるんですか？そうですね、我々の治療っていうのはですね、顎全体の治療なので、症例数にしてはですね、1000人前後なんですが、埋め込みの本数としてはですね、工学会としてはやはりこう3万本以上のインプラントに取り組んでますね。人数でいうと1000人ですか？人数でいうと、顎全体の治療が1000人以上で、やはりもう1万人近くの方がですね、インプラントの患者さんでいらっしゃるということですね。インプラント治療には症例の種類があるんですか？例えば歯がなくなって、歯と歯の間1本なくなってもですね、その前と後ろを削ってしまわないといけないという、1本埋めるという治療方法もありますし、あとまたもう一つはですね、例えば顎全体をなくしてしまった、歯槽膿漏とかですね、事故とかですね、さまざまな原因で歯をなくしてしまった顎全体の治療とか、そのようなインプラントにはいろんな治療の方法があるんですね。ですからそのような治療の方法をですね、一番その症例に合った治療方法を選んで、そして審査診断を十分にして取り組んでいくという方法が大事ですね。インプラント治療のですね、ちょっと欠点というのはよく言われるんですが、治療費が高いというところですね。あともう一つは外科的な怖いとか、そのような治療がありますよね。そして最後にやはりこうですね、治療の期間が長すぎると、もう何年も何年もかかってこうやっと出来上がったというのでは、その間の時間がね、非常にもったいないですし、なかなか生活がリズムが変えられないということで、我々はその全てのその3つにおいてですね、一つずつこうクリアしながら、特に時間においてはですね、1日で改善しようということにこう取り組んでます。できるんですか？できるんですね。これはね、この治療方法はインプラント自体はですね、もう今からもう50年以上前からですね、こう取り組み始めた治療なんですが、その日のうちに仮の歯を入れるっていうのもですね、20年前後前からヨーロッパの方とかでどんどん少しずつこう進み始めた治療なんですね。我々もいち早くその治療に取り組み始めてですね、今ではワンデーインプラント治療ということで商標登録も取ってですね、その治療方法をこの患者さんに行っておるというところですね。症例数としては1100症例ですね、今のところですね。これがですね、ワンデインプラントの模型なんですけどね、
これに顎の人間のあの顎の中にこうインプラントを埋め込んで、はい、そして人工の歯がなくなってるじゃなくて骨までなくなってるんですね。ですから あの人工の歯と人工の歯浮きをこう取り付けて、それを顎の中にですね、こうネジでスクリューでこう止めていく方法なんですね。最初はね あまり思い切りこう強く噛むと良くないんですが、もうやはりこれは骨とインプラントがくっつけば何でもこうしっかりと噛めるというようなこともできるわけなんですけど。なんだか仕組みを聞いてますますワンデーなんてできるのかななんて思ってしまったんですけど、まあ、詳しくはホームページを工学会さんの今後の展開展望などはあるんでしょうか。今年ですね、まあ、歯科の治療の最先端のスウェーデンのイエテボリ大学っていう大学からリングストロームっていう教授をお招きして、歯科医向けに講習会をやったりですとか、スカンジナビアからですね、最先端のレーザー、歯科向けのレーザーを求めまして、口腔内からレーザーを当てることによってほうれい線を上げたりですとか、そういうようなレーザーを使った施術ですとか、また同じレーザーを使ってですね、口蓋を上げることができるんですね。いびきの治療をそのレーザーを使ってやることができますので、レーザーを当てるだけで痛みもなく、その日から食べれる状態でいびきだけが徐々になくなっていくっていうような施術がありますので、そういうふうなことにも、取り組んでいきたいと思ってます。ここで赤坂の歯科診療所の方にお邪魔してきましたのでご覧ください。はい、そうですね、やはり何らかやっぱりその患者さんは歯科に対して、まあ、恐怖心というか足が向かないというところがありますよね。なのでやはりできるだけ痛くしないように、できるだけその不快感を与えないようにということを日々気をつけております。予約のコールも今取れない状況。ああ、それはもう本当に大変本当に申し訳ないことだと思います。ただまあ治療のクオリティを下げずに、まあ、その患者さんにその最大限な治療を提供するということで、人員の確保とかその最先端 その装置を機械を入れるというところで、なんとかそのポイントは伸びないように頑張ってる次第です。ビジネスブックコレクション。お金はあなたが人生を歩む上で常に身近にある存在の一つです。この世に生まれ落ちてからあの世へ旅立つまで、どこへ行くにも何をするにもお金について考えなければなりません。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、お坊さんマネーコーチが教えるお金にとらわれない生き方。この本を書いたのはマネーマネジメントコーチの佐藤宗雄さん。福島県の小さなお寺の21代目として生まれた佐藤さんがお金にとらわれない心を身につけ磨くためのヒントを教えてくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。